強力な敵がうろついてるなんて。大きかったね。骸骨になっちゃう前はきっと大きなお家に住んでたんだね。あんな人間いないだろ。角あったし。あれは魔界の実力者の慣れの果てかもしれないわね。魔界？そんなの言い伝えじゃないの？そうとも言い切れないわ。悪魔や悪霊も私たちの生態系では考えられないもののはずでしょ。立証はされていないけど、おそらく私たちが悪魔や魔族と称しているものの住み暮らす世界があると思うわ。魔界の実力者か。でも倒しちゃったんだし、もう大丈夫だよな。だといいけど。